うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はぜひグローリアをやってみようと思います。あのロックンロールナンバーをこのウクレレで、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はあのロックの疾走感満載のかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレ始めませんか。音楽聴くのもいいけどやる方がもっと楽しいです。ウクレレはね、なんでおすすめするかというと、音楽を諦めていた方にもすぐできる簡単な楽器です。でも始めたらわかりますよ。奥もすごく深いんで、ね、ずっと楽しめる楽器です。もうちょっとしたらこんなにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。はい。YouTube ただですから、スマホでちょっとした時間で、どんどんやりましょう。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには、私が今まで取りためた、あらゆるジャンルの、ウクレレ簡単レッスン動画が800曲以上上がっております。最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、夏メロ、アニメソング、もういろいろです。ここのさっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、いろんな曲、音楽やっちゃいましょう。さあ、それでは早速行きましょう。ジギーのグローリア。まずは初心者さん向けシンプル買ったバージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。ズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみました。今はもちろんショートカットバージョンで、前奏から A メロ、B メロ、A メロ、B メロ、サビやって終わったというパターンです。後半のかっこいいバージョンはもうちょっとこう長めの感じでやってみようと思うんですけど、フルでやりたい方、コード進行は一緒ですので、コード書き出して、ちょっとやってみてください。動画のテロップと何とか一緒にできるようになった方は、それでも自分でノートに書いて、それを見ながら自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように、この私のノートを見ていただこうと思います。はい。グロリア。で、このイントロなんですけど、ちょっとここ見て、下にくるっと囲ってあるやつは、下、後半やるかっこいいバージョンの解説なんですけど、これ、G7 サス4の決めって書いてあるんですよ。G7 サス4の決め。これ、後で解説します。ここ2箇所入って。で、ここ、かける2なんですけど、まあ、動画のテロップでなんとなく感じ取ってくださいということでございます。はい。で、ここ、最後は、ラストを伸ばす。はい。倍で伸ばしてます。で、ここから、まずこう1番の A メロが始まります。はい、ちょっとこのね、今日ワンブロックがちっちゃいですから、ね、言葉がすごくいっぱい入ってます、はい、一時停止してメモってってください。で、ここのところなんですけど、ちょっと見てみて、ここ
ドーントンタ、ドーントンタって書いてある。ここちょっと後で返す。リズムをちょっと変えます。かっこいいバージョンでね。はい。リズムの変化がこれかっこいいんですよね。はい。ここもなんかタカタカタカとか書いてある。これおかずですね。はい。で、ここ2番も全くこれ A メロ、今の1番と同じで歌詞が変わっていく感じですね。はい。ちょっとね、今日字が小さいから、テロップ見ていただいた方がちょっといいかもしれないです。で、ここからサビに始まります。サビもね、言葉がいっぱいですから。はい。ちょっと今日は言葉が詰まってて読みづらくてすいません。はい。で、今のシンプル簡単バージョンはこのサビをやって、もうここの最後、グローリア F で終わったということなんですけど、後半のかっこいいバージョンはここで一回、ブリッジパートというか、一回ちょっと落とらしくなって、またサビに戻るというバージョンでやってみようと思います。ちょっとね、動画と一緒に見比べながら確認していってください。こんな感じがガズレレ流、ショートカットバージョンになっております。じゃあ出てくるコードをどんどん解説していきます。ここ。今やったシンプル簡単バージョン、これですね。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E マイナー7、A7 と C7 です。はい。これは超入門コードガズレレでいうところのこれです。ガズレレ必須コード。これはですね、音楽やる上ではコードを覚えなきゃいけないんですけど、星の数を歌う。でもな、それどうしようと思った時に、ウクレレ、皆さんウクレレで音楽始めるとしたら、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で使えるコードのグループがあるんですよ。それをガズレレ必須ごとと勝手に命名しております。10個ぐらいあります。うわ、10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見ると指1本で押さえられるコードがたくさんあったりする。簡単なんですよ。ただし10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと大変。そんな時に私がわかりやすく解説している動画があるんです。ここでリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個覚えてください。そこに登場するコードが今日出てきます。はい、ということでございます。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンですね。ちょっと見てください。コードが2つ追加されます。サビで出てくる C7 で置き換えたコードを Gm7 というコードで置き換えたいと思います。これ、よく見てください。押さえる場所の確認。ここと、ここね。だからここ2つ同時だから、この人差し指をキュッとこう反らせて、このぐらいキュッと反らせて、ちょいと足す。これ Gm7。これ使っていきます。はい。あともう一個はですね、G7 サス4、イントロで出てくるんですけど、このコードなんですけど、G7 サス4。これはね、ここに書いてある G7 と行ったり来たりして使うんですけど、これはね、ここ矢印書いてあるでしょ、これ。イントロの G7 サス4の決めってあったじゃないですか、さっきここでちょっと一言言ったやつ。これを言いたいんですけど、これ見て。G7 押さえたまんま、1弦、2、3、3、2って書いてあるんですよ。これちょっとここのイントロの解説をしてみましょう。あと、そうだ。もう一個これ言わなきゃいけないな。まあいいや。G7 サス4っていう確認しとこう。G7 サス4っていうのは G7 ってこことここと押さえて、小指を入れると G7 サス4。小指を抜くと G7 ですね。これ行ったり来たりです。これ1弦で言うと3フレット、2フレットでしょ。これで、フレーズをやろうっていうことなんですけど、ちょっとやってみようか。でん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 。こんな感じ。これ今のサス4に入ったんですけど、ここでこのマークが出てくる。シンコペーションマークな。シンコペーションって矢印マークね。これはリズムが前にスコーンと食い込んできますよということになります。で、これイントロのメロディーのところにもこの G7 の前に、矢印マークが書いてあるでしょ。ちょっとやってみますよ、これ。ワン、ツー、スリー、フォー。こうやってやったらいいです。ダンダカダンダ、G7 食い込んでる。リズムがスコーンと前に入ってる。ダーンってやった後にサス4を入れて、2、3、3、2、C から F、G7、デンデデン。ダッダダッ。ここがサス4です。C から F、食い込んで、3、3、2。3、3、2。ここね。これがイントロ。ちょっとね、これ、印象深いところです。これ入れていきましょう。ちなみに、今の弾き方。8ビートのチャという弾き方です。8ビートのチャ。この弾き方。はい。この弾き方、基本的にはこの弾き方でいこうと思います。でね、8ビートのチャの弾き方。ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚。その中から8ビートのチャというリズムをちょっとマスターしていただこうと思うんですけど、まず基本中の基本、8ビートという普通の8ビートができてから、8ビートのチャに行ってくださいませ。で、
基本的に8ビートのチャで行くんですけど、A メロの一番最後のバース、I wanna make it な終わらない夜にところで、ちょっとリズム変えます。さっきも言ったんですけど、ドーントンタ、ドーントンタです。一応テロップで書くとこうなります。ここにも一応書いたんですけど、ドーントンタ。ここにね、ドーントンタ。ここからここまでって感じで書いてあります。どんな感じかちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。I wanna make it な。もう一回 One, two, one. I wanna make it right 終わらない夜に You have no need to cry 終わるここからズンダトスはいダンダンチャダンダンチャこの辺のリズムのこう、分け方ここ注目してみたいと思います。そして2番のサビに行く前の今のパートの一番最後のところでとっておきの決めを入れようと思います。どこかというと You have no need to cry 終わらないメロディーをここの G7 2回なんですけどここで決め丸にここを解説しましょう。一応ねここを書いたんですけど1弦の22221100 2弦の33なんです。ちょっとこれテロップここどっか貼っておきます。この辺ねどっかこの辺に、やってみますね。 You have no need to cry 終わらないメロディーはい。1弦の22110、2弦の33です。ここ、ててててててて。ちょっとこの、ててててててて。忙しいんで、忙しい方は、てててて。でもだいぶいいと思います。もう一回やってみましょう。You have no need to cry, 終わらないメロディーを。こんな感じです。ちょっと忙しいですけどね。なので、忙しい方は、ちょっとこれワンフレーズ入れてみましょう。でサビになったらさっき C7 でやったところ Gm7 に置き換えて、弾いてみましょうということでちょっとコードが変わったりしてます。結構あの疾走感がやっぱ大事だと思うんですけどここで一個演奏の前に一個だけ提案。ちょっとジギ2で弾きたいジギっぽく弾きたいという方 A メロのところこういうのがいいと思います。わかる？ジャズクツクツクジャズクツクツクツクっていうのはミュートで押さえてここのねここの部分でここをブリッジをこうギュッと押さえてその時に音を殺しながら弾くっていう技があるんですよ。ジャズクツクツクジャジャジャこれの方がいいあのロックの疾走感出ると思うんですけどちょっとこれねなかなかあのこの独特な癖がある弾き方なんでちょっと練習したい方はやってみてください。今回は、8ビートのチャで疾走感バンバンでやるんですけどこういう弾き方もおすすめですということです。はい、こういう弾き方も一応ご紹介だけしておこうと思います。さあそれではやってみましょう。ジギーのグロリア、このロックンロール疾走感満載の曲ガズレレ流かっこいいバージョンでやってみる。
ジギーのグロリアガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。テンション上がった。ロックンロール。ありがとうございます。皆さんもテンション高めでやった方がいいですよ。この曲はもう、ね、もうパワーで。楽しくやっちゃいましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレさん。このちっちゃいウクレレ持って日本中イベントを飛び回っているんですけれども、大変ありがたいことにチケットソールドアウトがちょっと続いておりまして、恐縮なんですけど、そのイベント最新情報をこの後引っ付けておきます。あとはこのウクレレ近々、予約販売受け付けるサイトを公開します。はい、あとは本をいろいろ出して、そんなようなガズレレ最新情報をこの後ちょっとご紹介動画引っ付けておきますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。あとチャンネル登録いたします。音楽楽しいって分かった方、どんどん皆さんこの楽しさを教えてあげてください。よろしくお願いします。さあ、それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけで、まずはガズレレホームページ、ガズレレ .com、 こちらの方のチェックお願いします。リンクもここに貼っておきます。まずですけどね、イベントの情報からいきます。10月27日熊本行きます。イオンモール熊本、島村楽器さんにお問い合わせください。もう現時点で結構ありがたいことにこうチケットがいい感じで販売されておりでございます。皆さん感謝いたします。九州の方、いかがでしょうか。27日で、こんな感じで次の予定も決まってるんですけど、11月11日と、12月の7日こちらありがとうございます。ソールドアウト、チケット完売になりました。はい、ということは宮崎と、熊本、こちらチャンスなんで、ぜひご覧いただいて、いらっしゃっていただければと思います。この後また追加のイベント情報どんどん追加していきますので、フォローの方お願いします。そしてこちらの、ガズのわがままウクレレ、これはですね、今月中から来月頭、つまり10月末か11月前半に、予約受付ページ、セミオーダーの受付ホームページを公開できると思います。もうちょっと待ってください。これはいいウクレレですから。あと、インターン募集してますからね、これ。ベトナム行って半年間、このウクレレ作りを学ぼう。これのプロジェクト。そのプロジェクトのリンクもホームページにも書いてありますけど、ここを貼れると思うので貼っておきます。はい、あとはガズレレに関する情報というか、これですね、本、楽譜の本、これはね、いい本ですよ。皆さん、楽器屋さんとか大きな本屋さん行ってもあると思います。で、あと私は他にもいろいろ本出してるんで、ガズレレホームページなどチェックしていただければと。人生の本も書いております。よろしくお願いします。はい、楽しく音楽しよう。これが毎日音楽ウクレレでやって楽しい人生を過ごしましょう。それではさようなら、皆さんバイバーイ。